さあ始まりました。リアルウィールドの懐刀、はい、今回はですね、うん、何しましょう何ですか、何しましょう、何しましょうか。ですね、うん、実はまあこのスタジオって借りて何本か撮ってたりするんですけども、はい、まあ予定の本数足してまだ時間あるので、はい、もう何本か撮ろうかなってなって始めたのはいいものの、はい、何しましょうそうだね、何しよう何しようってさっきからずっと言ってるから、ずっと言ってるとりあえずカメラ回してみようかなそうそうそう、ここもちゃんと使うんで、はい、何しようなんか見てるのとかあります？ドラマとかアニメとか。あ、アニメにしましょうか。そうだね、最近ね、それこそこの動画で声優企画、はい、チャレンジとかやるじゃん、はいはいはい、だから最近ドラマよりアニメ見る機会の方が増えて。あ、そうなんですね。今だと4月から始まったやつだと週刊少年ジャンプで連載されてる鬼滅の刃を見てます。鬼滅の刃ってもアニメ化されてるんですか？そうそうそう、されてる。僕ね、何、ジャンプをずっと小学生の時からずっと買ってるんですよ、うん、ジャンプとマガジン、うん、でジャンプ買ってて、うん、そのほぼ読んでるんですよ、うん、ただ、うん、なぜか鬼滅の刃だけ読んでないんですよ。なんで？本当にマジで。読んでよ。これ理由が、うん、まあ、本当特にないんですけど、多分その時、うん、始まった時が舞台かなんかで忙しかったのかもしれないです。うん、で、そういう時ってとりあえずワンピースとか、例えば、ヒーローアカデミアとか、あの辺を先に読んで後回しにしようってする時が多いんですけども、多分そこに巻き込まれて、うん、見逃して、あ、もったいない。もう超ヒットしてる、人気になってる。しかももうアニメ化もしてる、うん、してる。なんで逃したんだろう、もったいない。割と早いでしょ、アニメ化されるの。早いんじゃないですかね。で、そうだよね、うん、どうですか鬼滅の刃。いや、まだ2話まで放送されてて、はい、いや、結構面白いな。面白い、うん、逃し配信とかやってないんですかね。調べてみよう。やってるのかな。 Hulu でやってるって聞いたことある。あ、マジですか。俺 Hulu も契約してるの、ちょっと見てみます。どんだけ契約してんの。Netflix と Hulu です、うん、現代っ子や。現代っ現代っ子フル活用。いや、もう最近それこそツタヤ全然行かなくなって。ああ、俺は行くんだよな。しかもめちゃくちゃ人気らしくて、アニメが今1話2話放送されてるけど、映画館で1話から5話まで5話まで一気に上映されてるらしくて。合ってるかな、説明がちょっと俺もジャンプで見逃した分見てみますね、うん、あ、しかも声優さんもそれこそ梶さん、そうなんだ、梶由紀さん、うん、桜井さん、うん、とかかっこいい声、花江さん、うん、桜井さんの声好きだな。浪川大輔さん、大塚芳忠さん、芳忠さん、そうですねうわ、さすがだな。ちょっと僕見てみます。見てください。それで言ったら僕あれですよ。何ですか。ありますか。面白い。ほとんどアニメって見ないんですよ、うん、昔から、うんうん、漫画、漫画が大好きで、うん、で、Netflix とか契約して、うん、なんか僕常にテレビの音とか、うん、なんか録画とかの音がないと家に入れれないんですよね、はいはいはい、例えば見てなくてもです、うん、で、例えばなんかこう動画の編集とかするときもなんかつけてるんですよ、うんうんうん、で、なんかもう見るものないなってなったときに、うんうん、アニメ見てみようかなと思って、はいはいはい、で、ワンパンマン今始めました、シーズン2っていうんですかね。2だね、うん、2期か、うん、ワンパンマンのシーズン1があったんですよ。で、ワンパンマン漫画大好きだったんで、あ、ワンパンマンでいいやと思って、うん、流し見くらいって言ったらめっちゃ面白くて、でも一気にシーズン1、12話か3話全部一気に見たんですよ、うん、でもやっぱその僕アニメを見るっていう文化がなかったのがあって、うん、シーズン2が始まるっていうことを知らなかったんですよ、うんうんうん、で、今めっちゃハマってるのに、うん、ワンパンマン見逃してますからねちょっと見なきゃね、ワンパンでもさっきちょっとチェックしたら、うん、ワンパンマンもそのネットフィリックスで配信されてた。見逃して、本当ありがとうございますネットフィリックスフールさん、便利な世の中だね。ですよ、助かります。本当にちなみに僕は契約してないくて、ワンパンマンは録画はしてあるの、はい、テレビで放送されてただから見ます。シーズン1は見ました。見てないですよ。1も2も見てなくて、録画されてるんで一気に見ます、ね、ワンパンマンね、僕ヒーローめっちゃ好きなんですよ、うん、なんでヒーローアカデミアも大好きなんですけど。大好き。アニメ見ます。アニメで見た。あ、なるほど。漫画は見てないです。アニメ見てる。アニメをなんか逆に見てないんですよね。あー、マジで。なんか俺ね、昔からそうなんですけど、うん、
なんていうんですかね、ワンピース、うん、ワンピースはちっちゃかったんで、うん、アニメから入ったんですよ。おー、はいはいはい。で、例えばルフィの声って、うん、ルフィってこういう声なんだ、もう分かるね、脳内再生されるねっていうとこから入ってたんですよね、うん、で漫画読んで、全違和感なく読めたんですけど、うん、この好きな漫画とか多分ヒーローアカデミア、うん、ジャンプの1話からすごい漫画出たな、うん、単行本って絶対買おうと思って、うん、でアニメ化された時に自分のイメージの声とちょっと違ったら、うん、ああなるほどね、ちょっとダメなんですよね。はい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 。でもなんかなぜかなんですけど、うん、逆に実写化は違和感がないんですよ。へえ。ほとんど、うん、なんかアニ漫画からアニメになる時の違和感が、うん、あるんだ。そう、いつもすごくあって、それでこう1話好きな漫画だから見てみようと思って、うん、あ、なんか違うなと思って、うん、漫画見てないから何とも言えないけど、いや多分、うん、もう何も違和感ないと思うんですよ。ない、そうだよね、そっちが先だもん、アニメが先だもんね。もうそっか、そうなるのか。そんな、なぜかなんですけどね。ヒーローアカデミアは僕単行本も買ってますし、まずジャンプ定期購読してるんで、うん、ずっと、うん、もういい、ダメだ、今言いそうになっちゃった。じゃあダメだよ、視聴者の人もジャンプ読んでない人がいるかもしれないんで、危ない危ない。ヒーローアカデミアは今アニメが終わってて10月から4期が始まるんで。どこからなんですか、今どこまで行ってるんですか、ストーリー。ね、あの3年生が出てきた、3年生が出てきてすぐ終わった3期は。10日ですよね。そうあそこか。じゃあ今俺もうだいぶ進んでますよ。ほんと、エクがえ、もう聞かない。ただこれめっちゃ、これはネタバレじゃない範囲のやつですよ、はい、うん、何でしたっけ、出てこない、鉄のライバルみたいなやついるじゃないですか。ああ、A 組の霧島、そう、英二郎、霧島が覚醒します、うん、おお。チャンネル登録、そしてグッドボタンもよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。